ギレルミナスジアは、ポルトガル出身のチェリストである。パリで、パブロカザルスに学んだ後、世界的な名声を得た。長年イギリスで生活し、引退後には、故郷ポルトガルで過ごした。また、若いチェリストのための奨学金を創設した。パブロカザルスとスジア1885年6月27日、ポルトのポルトガル系、イタリア系家庭に生まれた。 音楽の才能に恵まれた父からチェロと音楽理論を学んだスジアは7歳にして公開演奏会を開き12歳にして地元のオーケストラオルフェオン・ポルトゥエンセで主席チェロ奏者を務めるようになったさらにその1年後にはモレーラデサ弦楽四重奏団のチェロ奏者となった1904年にはポルトガル王妃アメリー・ドルレアンの支援で ライプツィヒ音楽院のユリウス・クレンゲルに支持するようになり、一年も経たないうちに、アルトゥール・ニキシュが指揮するライプツィヒ・ギバント・ハウス管弦楽団にソリストとして登場し、初めてのヨーロッパ演奏旅行を行った。1906年から1912年までは、パリでチェリストのパブロ・カザルスと暮らし、共に演奏活動に励んだ。二人で共演することもあり、二代のチェロのための 競争曲をモスクワで演奏したりしている。各国へのツアーを通してスッチアは名声を獲得し、カザルスと共に世界を代表するチェリストであると評された。作曲家から二人のため曲を作ることもあり、ハンガリーの作曲家、エマヌエル・モールは2代のための競争曲を作曲した。同様に、カザルスの親しい友人であった作曲家、ドナルド・フランシスト・ービーも、 二代のチェロのためのそなたを作曲し、1912年に二人を訪れて検定しようとしたもののトラブルが生じてしまい、スジアとカザルス、カザルスとトービーの関係がそれぞれ破綻してしまった。ただ、関係が解消した後も、スジアはカザルスのことを現代最高のチェリストと評していた。なお、スジアとカザルスに婚姻関係はなかった。1914年には、 バイオリニストのイエリー・ダラーに、ピアニストのファニー・デイビスとトリオを結成した。また、1914年から1930年代に、かけては、ロンドンで暮らし、リンディス・ファーン城をしばしば訪れた。なお、城の音楽室には、スジアを記念して一台のチェロが置かれている。1927年には、X 線の専門家であるジョーセメナと結婚した。 第二次世界大戦中に二人はポルトガルへと戻り、スジアはほぼ引退状態となった。戦争が終結するとスジアはイギリスを再放し、チャリティのためにエルバーのチェロ競争曲を演奏した。その後、1949年のエディンバラ音楽祭及び同年にボーンマスで開催された演奏会をもって完全に引退した。夫が亡くなった翌年の1950年。 ガンにより、ポルトで死去。65歳だった。パブロカザルスが提唱したチェロの演奏理論の初期の実践者であり、スジアは生涯を通じてその理論の支持者であったとされる。ただ、その理論を弟子に教えるやり方については、賛否両論があり、自分の知識を伝えるにあたって、大層辛抱強く寛大であったと評する弟子もいれば、支持は適切でなく、 スジアから学んだことは何もないと評する弟子もいた。初期の使用楽器はドメニコ・モンターニャであったが、あと2717年製のストラディバリウスを使用するようになり、オーガスタス・ジョンがスジアを描いた肖像画にはこの楽器が登場している。また、若手チェリストのための奨学金の資金を準備するため、スジアの遺言でこの楽器は売却された。指揮者。 ジョン・バルビローリと演奏したハイドンのチェロ競争曲第2番や指揮者ローレンス・コリングウッドと演奏したサン・サーンスのチェロ競争曲第1番など、スジアは数点しか録音を残していない。1989年にはこれらの演奏が CD 化され、2004年にはハイドン、ウルフ、ラロなどの演奏が収録されたコンピレーション CD が発売された。 スジアの名前が冠された TAP ポルトガル航空所有のエアバス A319、スジアの遺言に基づき、彼女が使用していたストラディバリウスのチェロは若手チェリストへの奨学金の資金を確保するために売却用として王立音楽アカデミーに譲渡された。なお、この楽器は1951年にエドマンドクルツが8000ポンドで購入した。 奨学金は1955年に創設され、1995年からは、ミュージシャンズ・ベネボレント・ファンドによって運営されている。奨学金を受けたチェリストには、ローハンド、サラム、ジャクリーヌ・デュープレ、ロバート・コーエン、ハブリジ・ハトル・グリームソン、スティーブン・イッサー・アリス、ジュリアン・ロイド・ウェバーらがいる。なお、 2011年の奨学金事業は、同じく2011年にスジアの生まれ故郷で開催されたギレルミナスジアフェスティバルと共同で実施された。この奨学金は、若いチェリストたちが最も希望する奨学金であると称されている。オーガスタス・ジョンがスジアを描いた油絵は、1924年にピッツバーグのカーネギー美術館で展示され、アメリカ人に買い取られた。しかし後に、 イギリスに返却され、テートギャラリーに寄贈された。絵の大きさは縦 186cm、横 165cm であり、マンチェスターガーディアン氏はこの絵について、芸術の高潔さとコンサートホールにおける存在感の高潔さを融合させた音楽家がいたことを後世に思い出させてくれるだろうと述べている。なお、オーガスタス・ジョンの娘、アマリリス・フレーミングは、 チェリストとなった。また、アルビン・ラングダン・コバーンが撮影したスッチアの写真は、ジョージ・イーストマンハウスの写真アーカイブに、バートラム・パークが撮影したスッチアの写真は、ロンドンのナショナル・ポートレート・ギャラリーに保存されている。ポルト市のカーザでムジカの大行動や、TAP ポルトガル航空が所有するエアバス A319 のうちの1機などにはスッチアの名前が冠されている。ありがとうございます。